皆さんこんこにちは前回の講座ではアブラハムが建てるべき信仰基台をイサ作建祭の設理を中心としてイサ作が継承し信仰基台を陶源復帰することができたというお話をいたしましたところでメシアのための基台を建てるためには信仰基台を建てたイサ作の子エソーとヤコブと 各々カインとアベルの立場に分立して堕落性を脱ぐための桃源条件を立てて実体基台を完成しなければなりませんそこで今日はこのアブラハム家庭における実体基台の内容について詳しく見てまいりましょう最初にこのエソウとヤコブという双子の兄弟が生まれる前に神がこの二人の母 リベカにに語られた内容を調べてみることししましょう創世教25章23節で「主は彼女に言われた」「2つの国民があなたの体内にあり2つの民があなたの腹から分かれて出る」「1つの民は他の民よりも強く兄は弟に仕えるであろう」とあります。このように 兄は弟に仕えると二人が生まれる前から彼らがカイン・アベルの立場を桃源復帰する節理的な使命があることを暗示する見言葉をくださったのです後で触れますがこの神の啓示をリベカはとても大切にしますそこで彼女は次男のヤコブを積極的に享受するようになるのです ところでノア家庭の時にも学びましたがノア家庭におけるアベルの立場であるハムは無条件でアベルの立場に立って実体検査への中心人物になることはできませんでしたそこにはそれにふさわしい何らかの条件が必要だったのですそのための説理が裸の摂理でした同様にアブラハム家庭においても イサクの自主ヤコブが実体検査の中心人物になるためにはそれにふさわしい条件を自ら立てる必要がありますそれではヤコブは実体検査の中心人物アベルの位置を確立するためにいかなる条件を立てたのでしょうか聖書の記述を確認しながら順に見ていくことにいたしましょう聖書によれば 二人が成長するとエソーは毛深く巧みな狩猟者となり一方ヤコブは穏やかな人で羊を飼い天幕に住んでいましたイサクは鹿の肉が好きだったのでエソーを愛したがリベカはヤコブを愛したとありますある日ヤコブがレンズ豆の厚物を作っていたときちょうど狩りから帰ってきたエソーがヤコブに言います 私は植えつかれた。お願いいだ。赤いもの、その赤いものを私に食べさせてくれそれに対してヤコブが言いますまずあなたの長子の特権を私に売りなさい。エソーは「私は死にそうだ長子の特権など私に何になろう」と簡単にヤコブに長子の特権を売ってしまったのです。34節には、 このようにして、エソは長子の特権を軽んじたと書いてあります。さらに、創世紀第27章によれば、父のイサクが老いて、目がかすんで見えなくなったとき、イサクは長子の祝福をエソに与えようと思い、エソを呼んで言います。私のために鹿の肉を取ってきて、私の好きなおいしい食べ物を作り、 持ってきてき食べさせよ私は死ぬ前にあなたを祝福しよう。これを聞いていたリベカは早速ヤコブを呼んで言います。群れのところへ行ってそこからヤギの子の良いのを2頭私のところに取ってきなさい。私はそれで父のために父の好きなおいしい食べ物を作りましょう。あなたはそれを持って行って父に食べさせなさい。父は死ぬ前にあなたを祝福するでしょう。 これに対してヤコブはそうすれば私は父を欺くものと思われ祝福を受けずかえって呪いを受けるでしょう。こうして躊躇するヤコブに対してリベカはこよ、あなたが受ける呪いは私が受けます。ただ私の言葉に従い、行って取ってきなさい。このように積極的なリベカの教助のもとに結局ヤコブがイサクから祝福を受けるように なるのですこうして長子の祝福を奪われたエソーは大いに憤って父の物ひも遠くはないであろうその時弟ヤコブを殺そうと殺意を抱くまでになりますそこでリベカは兄エソーの怒りが解けた頃また呼び戻すからと言い含めてヤコブを波乱にいる叔父ラバンのもとに逃がすことに なるのですさて長子の修行と祝福を勝利したヤコブでしたが逃げ出すように家から出てきましたので実際的にはててのものももを失って何もない立場でしたこのような孤独の中で波乱に一人で向かう途中ベテルというところでヤコブは神と出会います神は言います。 私はあなたののの父アブラハムの神神イサクの神主であある私はあなたと共にいてあなたがどこへ行くにもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰るであろう私は決してあなたを捨てずあなたに語ったことを行うであろう。ヤコブにとってこの時のことが一生忘れることのできない神との出会いとなりました。 この後様々な困難や試練を受けるのですけれども神様から愛されているという絶対的な確信と神への揺るぎない信頼これが母から離れて彼自身が築いた信仰の原点となりますこの信仰の原点を持つことによりこの後の21年間の波乱区域のあるいはその後の全ての生涯にわたって 神ととのの関係をより深めていくきっっかけとなったのです皆さん信仰の道を歩む者は誰でもヤコブのように自らのベテルの神と出会い自分自身と神との信頼関係を築くことがとても重要です。さてヤコブが波乱の地に着いた時ヤコブは母リベカの兄である叔父ラバンに 使えますラバンの娘愛したラケルをめとるためにヤコブはまず7年間熱心に働きましたしかしラバンは約束をたがえ姉よりも先に妹を嫁に出すことはできないという理由でラケルの姉レアをヤコブに嫁がせましたそしてヤコブはラケルを得るためにさらにもう7年間ラバンのために働きます さらにラバンの羊の群れのためにもう6年間合計20年間働きました聖書によればその間ヤコブはラバンから10回も騙されながらもラバンのために使え続けたと言いますしかしその間も神はヤコブを祝福し彼はこの20年間で妻と12人の息子と多くの財物を得ることができました 21年目に波乱から出発するまでのこの合計21年間という期間はヤコブにとって家庭と財物を復帰する期間でもありましたそして10回も騙される中で下院の立場に立つ者の心情を理解するようになるのですつまりこの期間はヤコブにとり信仰と人格をより一層高める期間となったのです さて、ハランを出発し、ヤコブが家族の待つカナンの地ヨルダン川の支流ヤボク川に達した時その夜、ヤコブは天使と組打ちをすることになります。創世紀三十二章二十四節から二十六節までを見ますと、一人の人が夜明けまで彼と組打ちした。ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの桃のつがいに触ったので。 ヤコブの,桃のつがいがその人と組み打ちする間に外れたその人は言った「夜が明けるから私を去らせてください」「ヤコブは答えた私を祝福してくださらないならあなたを去らせません」このようにヤコブは腿のつがいを外され激痛に苛まれながらも絶対に諦めなかったのです。 神は天使が今サタンの代わりの立場で戦っているので屈服してはいけないと知らせてあげたかったのですがそれはできませんこの間神がどれほど深刻な思いでこの戦いを見守ったでしょうかそしてついにその人は彼に言ったあなたの名は何と言いますか彼は答えたヤコブですその人は言った あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさいあなたが神と人とに力を争って勝ったからですこのようにヤコブはたとえ死んでも負けるわけにはいかないという気持ちで最後には天使に勝利しイスラエルという称号を勝ち取ったのですここにおいて歴史上初めて 天使に対する人間の主観性を復帰したのでしたこのようにヤコブは長子権を復帰することで個人的な争いに勝利し波乱区域では家庭と財物等を中心に長子の修行を復帰する争いで勝利し最後に実体で天使に対する主観性を復帰することで実体検査への中心人物たる アベルの立場を復帰する桃源条件を立てることに成功したのですしたがって最後にエソーとの間で堕落性を脱ぐための桃源条件を立てることができたならばここに実体基台が完成し歴史を初めてメシアのための基台が成立することになります聖書によればエソーはその時。 従者400人を引き連れてヤコブが帰るのを待ち構えていましたそこでヤコブはまず波乱で21年間苦労して手に入れたすべてのものをエソに贈り物として届けました牛、ロバ、ラクダ、羊、男女の奴隷をまず贈りその後に妻と子供とともにエソと会い、妻や子供たちにお辞儀をさせて最後に自分は 七度身を地にかがめて兄に近づいたとあります。そこで創世記三十三章四節を見ますと、エソーは走ってきて迎え、彼を抱き、その首を抱えて口づけし、共に泣いたとあるのです。ここに今まで学んできた復帰説理歴史において初めて。 堕落性をたためのの条件が復帰されたのですすなわちカインの立場にあるエソウがアベルの立場のヤコブを愛し忠派として屈服し善を繁殖する立場に立ちました。これはアベルの立場にあるヤコブが先に自らの財産のすべてを与えるすなわち自分の持つすべてを投入して エソーを愛することを通して初めてエソーがその愛に自然屈服することにより一体化がなされたのですこれがサダン屈服の典型露呈であり歴史的な転換点でもありましたまたこのようにエソーがヤコブを受け入れることができた背景にはヤコブが帰ってきても決して殺さないと エソーに何度も約束させ実行できるように母親のリベカがエソーを内外に感化させて母親の責任を果たしてきたということを知らなければなりません。今一つ二人の出会いの直前にヤコブは天使に対すする主観性を回復しています実はこの時点でエソーについていたサタンが分立されたのです。 ここれらのことすなわち母子教授としての母の使命また絶対に諦めないという霊的な揺るぎのない決意が信仰生活においてはとても重要であることを知っておく必要があるでしょう。このようにエソーとヤコブが実体検査に成功した結果すでにアダムの家庭から実体期待を桃源復帰するために続いてきた。 重的な歴史露呈をアブラハムを中心とする復帰節理の中でイサクの過程で初めてこれを王的に桃源復帰するようになったのでしたこのように身胸を中心としてみればアブラハムとイサクとヤコブは一体であるので出エジプト記第三章六節にあるように神はご自分を私はあなたの先祖の神アブラハムの神 イサクの神ヤコブの神であると言われるのですさてメシアのための基台が成立したので本来であれば直ちに神はメシアを地上に送って救いの節理を完成させなければなりませんしかし実際にメシアが地上に降臨するためにはさらに多くの年月が必要になりました これはアダムの家庭やノアの家庭の時は家庭に侵入できる他の家庭がなかったのでメシアのための家庭的な期待さえできればその期待の上にメシアは降臨されるようになっていましたしかしアブラハムの時代にはすでに堕落人間たちがサタンを中心とする民族的半島を形成していましたので上側も サダン世界と対決できる民族的なハントの上でないとメシアを送ることができなかったのですこの目的のためさらにアブラハムの象徴検査への失敗を桃源復帰するため神はヤコブの家庭をサダン世界でであるエジプトに移住させたのですそしてそこで400年の間区役の道を歩ませながら ヤコブの十二子息から増え広がったイスラエル先民十二部族を形成してメシアのための民族的な基台を造成することができるように導かれましたこのメシアのための民族的な基台を立てるべき中心人物として立てられたのが出エジプトで有名なモーセです次回はこのモーセの露呈をともに学んでまいりたいと思います それでは以上でアブラハムを中心とした復帰節理を終わりますどうもありがとうございました